多賀城市は宮城県のほぼ中央に位置する市である。市の名称は、道の区国府、多賀城にちなむ。旧宮城郡の範囲にあたる。仙台市の北東側に隣接するため、そのベッドタウンとしての性格も持ち合わせている。仙台市への通勤率は43.2%。砂押し川にかかる鎮守橋。仙台市の北東に位置し、市街地は、 丘陵地帯上にある。市名の由来は古代国府の多賀城より取っている。1942年に海軍交渉が設置されて以降、市南部に工業立地が進んだ。仙台港の開港もこれに白車をかけている。仙台市中心部より鉄道をはじめアクセスが良好であることから仙台都市圏の一角をなすベッドタウンとしても位置づけられ、 市西部の水田地帯では住宅地の造成が進められている。1980年代にかけては当時政令指定都市への昇格のための規模拡大を目指していた仙台市からの合併要求もあったもののこれを受け入れなかった。町は街道沿いに発展してきたため商店はロードサイド店が多く市の中心部が存在しないという特徴を持つ。 縄文時代前期には、金堀貝塚があり、晩期には、松島湾に近い橋本かい貝塚などで盛んに、生炎土器を使った塩作りが行われた。後の多賀城地域に限らず、松島湾沿岸は、貝塚と生炎土器、遺構が集中して分布する地域であった。弥生時代には、市内の五万崎地区から、石膨張が出土している。 ますガタカコイカで見つかったモミの痕跡を残した土器は山内清の論文石器時代にも稲りを生み考古学史上著名である市内の定地で水田稲作が営まれたと考えられるが住居は見つかっていない古墳時代から縦穴住居の集落が確認できる山の遺跡と隣接する日台遺跡は一続きの大きな集落で他に 高崎遺跡があり、後に、高城廃寺が作られる場所にも、小さな集落があった。付近には、水田跡も見つかっている。海岸の大々地区には漁業に従事する人々が、暮らしていたようである。古墳時代の前期には、五万崎地区に、方形集行墓が営まれた。古墳としては、小型の円墳である稲荷戸の古墳や、丸山かい古墳が築かれたが、 前者は7世紀後半、後者は年代不明である。稲荷戸の古墳が作られた時期には、崖に大々横穴母軍、橋本囲い横穴母軍、田谷城横穴母軍といった横穴墓が盛んに作られた。8世紀に、地域北西部の丘陵に、多賀城が築かれた。多賀城創建時には、道の区国は分割され、岩瀬国、岩木国、 道の区国の三国が定立していた。分割された後の道の区国は、今の宮城県よりやや狭い範囲で、多賀城は、そのほぼ中央にある。それまで、郡山遺跡にあった道の区国府は、人気元年に造営なった多賀城に移ったと、推定されている。しかし、720年代末期には、岩瀬国、岩木国、道の区国は合併され、 現在の福島県から宮城県に及ぶ広い道の区国が復活したが、多賀城はその広い道の区国の国府であり続けた。多賀城には旧世紀初めまで陳府も置かれ、出羽国まで含めた東北地方の政治、軍事の中心都市であった。日本全体の中でも西の太宰府に対応する東の政治都市として重要な位置にあった。城郭の南には、 町が広がり、当時七北田川が合流して流量が多かった砂押し川に橋が架けられ、船による運送があった。奈良時代から平安時代初めまで断続的に続いた江戸との戦いの中で、宝義十一年には維持あざまろの反乱で攻め寄せてきた軍勢により略奪放火されたが、すぐに再建された。田賀城は平安時代の10世紀半ばまで機能したが、 発掘調査では、その後国府にあたるような規模の痕跡が見つかっていない。にもかかわらず、多賀国府は、南北朝時代まで依然として資料に現れるので、国府は、多賀城のそばで、中世都市の遺跡がある、仙台市宮城野区、岩切りあたりに移動したと考えられている。文治5年、源頼朝が、欧州藤原氏を滅ぼすと、頼朝は、伊沢家系と、 笠井清重を欧州総武行に任命した。伊沢家系は、道の区国留守職となり、多賀国府の留守所長官となった。その子孫は留守氏を称するようになり、現在の多賀城市を含む近隣を支配した。市域の南部には、在庁官人系の道の区助氏が所領を持った。留守氏、八幡氏など国府付近の武士は、規模としては小さく、南北朝時代。 戦国時代の騒乱の中で、自ら欧州の派を争うことはできなかった。八幡氏は、戦国時代に留守氏の家臣になり、留守氏は、伊達氏に服属した。伊達氏はおおよそ現在の山形県南部、福島県、宮城県南部を領土としていたが、伊達政宗が先導した河西大崎一騎の後、豊臣秀吉の仕置によっておおよそ、宮城県、岩手県南部へと北へ追いやられ、 天正19年に正宗は岩出山城を居城とした。慶長5年12月24日より、伊達正宗は仙台城を居城として仙台藩62万国を築いた。これ以降明治4年の廃藩地検まで、現在の多賀城市域を含む宮城群は仙台藩の一部となる。なお、現在の多賀城市八幡地区にあたる八幡村には、伊達家の 純一家である天道氏が館を置き、一帯を収めた。歴代首長平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、1.53%減の62,096人で、あり、増減率は、県下35市町村中12位、40行政区域中17位、多賀城市立図書館の外観、市内に集配拠点はなし、 市内全域の周廃業務は、塩釜市にある、塩釜郵便局が担当している。郵便局間郵便局郵貯銀行官保生命保険多賀城市で利用されている。市内局番は次の通り。多賀城市域では、塩釜収容局の局番と多賀城収容局の局番が混在している。多賀城駅の駅舎、UI バス、多賀城東部線、多賀城西部線、 以前は、すべての路線が、宮城交通によって運行されていたが、多賀城東部線を皮切りに、宮城バスシステムへの移管を進め、2008年8月に、すべての路線が宮城バスでの運行となった。宮城交通が運行するのは、イベント時の多賀城駅夢メむっせ宮城間の臨時バス、のみである。UI バスは、現在塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町の委託により運行。 国道45号なら、平安時代に、道の区国府、多賀城が置かれていたため、多くの文化財や名所が残る。注釈出展。ありがとうございます。